花木花木花と木のこと、または花の咲く木のこと。本校ではこれについて説明する。花木花の木曜日の略。詳細は木曜日を参照。和なき日本人の姓の一つ。花木は花、または果実を鑑賞するために庭植え、または鉢植えにして利用される木元のことである。講義には新緑や紅葉。 フいりバなどの葉の美しさをめでるための植物や、コニファーなどのような、端正な樹形を楽しむための植物も含まれ、ほぼ庭木と同じ意味に用いるが、果樹や生け垣用のものは含まない。欧米では、花フラワーといえば、草花のことであるが、日本では、伝統的な園芸植物で草物なのは、菊、朝顔、 花あやめなどがあるが、比較的少なく、花木では梅、桜、さつき、萩、アジサイ、ボタン、つばき、さざなどがあり、その他にも人長毛、木蓮、山吹き、くじ、ばら、金、猿すべり、金木星など、身近な花木は実に多い。戦後欧米から導入されたアザレアや、ハイドランジアも、日本産のツ,ツジやさつき、または、アジサイの改良種である。 これは日本とヨーロッパの気候の違いが大きな要素を占めており、冬が長くて寒いか、あるいは夏に非常に乾燥するヨーロッパでは、そうした時期を種や球根などの休眠状態で乗り切る一年生植物や球根植物が多かったのに対し、四季の区別はあるものの、夏も冬もそこそこの湿度があり、深い休眠をする必要のない日本では、常緑樹も落葉樹もよく育ったからであろう。 身近な花木のほとんどは日本や中国などの東アジア原産の植物である。花との関わり合いで日本人と欧米人が違うのは日本人は花をみんなで鑑賞する花見、茶の湯などの文化を持っていることである。西洋では古くからセキュリティの考えが発達していて庭園もしっかりと塀で囲まれることが多かったが日本では城や鳥などの特別なところを除き 外界とのバリアがほとんどなく、比較的自由に出入りできた。庭は、家の持ち主が通りかかった人々と趣味を分かち合う場所であったと見ることもできる。オイランと、梅盆栽。勝川春亭が日本独自の花木の利用法に、花物盆栽と実物盆栽がある。欧米の花木の鉢植えは、より大きく色鮮やかな花を数多く咲かせることに、主眼が置かれているのに対し、 日本の盆栽では樹形から花の付き方まで自然の中で生きているように作るのが普通である。ありがとうございます。